皆さんおはようございます。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。いや気持ちのいい朝ですね今日もね、11月の4日ですね、土曜日の朝です。朝はね、相模湖方面のお客様のところまで一っ走りまずするんですけれども、今日もいい天気で爽やかで、朝の散歩代わり本当に気持ちのいい天気ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。うるさいですね、しみます。はい、ということで久しぶりなわけなんですけれども、身の回りちょっといろいろまた変化があってまして、その辺の近況報告と、その近況報告に伴って、再びというか見たびというか何回目か分かんないですけど、キープディスタンスチャンネルのね、テーマ改めてちょっと説明しておきたいなということがあったので、それをお伝えしようと思います。で、次の動画ぐらいではまたソニカの近況とかね、その辺をお伝えしていきたいなと思ってますけれども、いやー、なんせもう年なんでね、あは息継ぎながら話してますけども、年といえばですね、無理やりつけていきますけども、10月の半ば誕生日が来ましてですね、10の位が1つ上がりまして、なんと60歳になりましたよ。60歳というとね、幼少の頃じいちゃんば幼少の頃、おじいちゃんおばあちゃんにこう赤い洋服を送ったりとかね、還暦のね、そういうこうイメージだったんですけども、いざ自分がそうなってみるとね、いやいや、まだまだ爪にヒートもして働かなきゃいけないこのご時世、って感じですけども、そう言っててもね、働くんであれば何をやろうかっていうのをちょっと考えて、もちろんね、もう長年やってきてるこのドライバーの仕事、あと数年はやれるかなと思うんですね、契約上ね。ただまだ65過ぎても70過ぎても働くのが当たり前の今の日本社会ですから、その時に、何をやろうかっていう時をことを考えたら、ちょっとね、今のこのドライバーの仕事ではね、行き詰まってしまったんですよ。運転そのものは好きですけれども、どちらかというと、まあそのいい年になってきたらね、まあいろいろ反射神経も鈍くなってくるでしょうし、今でも十分鈍いのかもしれないですけど、やっぱ60後半からその先につけてはね、ちょっと違うことをやりたいなというふうに考えるようになったんですよ、誕生日を機にね。で、早速ではあるんですけども、新しい業界にちょっとね、突入してみまして、仕事を増やしてみました。あの子、あの白い犬、今信号待ちしてたあの子ね、毎朝散歩を、お兄さんだったりお姉さんだったり連れてってもらってるんですけれども、ちょっと足が悪いんですよね。で、あの子を見かけると私もなんかちょっとニコッとしてしまう、まあそんだけの話なんですけどね、毎日散歩に連れて行ってもらって可愛がられてるなっていうのが、なんとも微笑ましいだけなんですけどこの辺通るとね、ちょうど津久井のあたりですけど、いいですよね、可愛がられててね、うちの子たちはどう思ってるんでしょうかね。はい、まあ猫なんで散歩には行けないですけども、できるだけ、はい、まあ、外回り平気な子は散歩に連れて行こうかなとも思ってはいるんですけど、何の話だっけ。そうそう、で新しいチャレンジをね、し始めました。まあ外食関係の方なんですけども、まあ私が使い物になるか使い物にならないか、その辺のところもの判断も含めながら、数年後以降のね、未来今更未来っていうのか分かんない、老後だね、老後に向けての、チャンスとして、どのぐらい切り開いていけるかね、分かんないです。
で必ずしもねその世界じゃなくてもそこから横展開して、外食はいけますしね、まずはそこをしっかりやりながら、ここ1、2年まずは頑張ってみたいなと思います。まあ、使い物になるのかならないのかね、若い人たちに囲まれて苦労はしてますけども、自分のポテンシャルを信じて今更っていう声がちらほら聞こえますけども、まあ、一番いいのはね60で定年で退職してその後はね、のんびり暮らすっていうのが理想というかそういう予定だったはずなんですけど、まあ、それはね、40過ぎの時に、上場企業を退職した時点で終わっちゃったんだろうなと思います。でもね全然自分の今のこのなんていうの人生、ドライバーでずっと長く生きてきて、その前の営業経験とかも生かしながら、まあ、腎臓病になったことも含めてですね今は今で今の状況の中でもっともっとこう積極的に動ける、まだまだね動けてないところはあるんですけども、もっともっと動けるその状態には感謝しつつね、進めていきたいなと思いますまあちょっとね、変な話になってあれなんですけども、で今ね社会情勢なんかもねいろいろまあありますよね。イスラエルの件とかパレスチナの件とかいろいろありますけど、あれは俺あれでいろいろ考えるところはあるんですけれども、そういった世界的な状況を見ながら、さあ日本人どうなのかって考えたときに、まあ私はこうキープディスタンスチャンネル、口が回ってない、ね、キープディスタンスチャンネルっていうその、車の運転交通社会の切り口でね動画を撮ってるわけなんですけれども、自分一人がいかに正しく運転しようとも変わんないんですよ。それはね世界情勢と一緒で、じゃあ明後日の方向を向いてやっていくのかっていうと、やっぱそこではなくて、一定のルールマナーを守りつつも、そういったあえてその汚れた状況といいますか、自分勝手な人たちの中でいかにストレスを持たずに、なんていうんですかね、健康的にというのはストレスをためないでっていう意味ですけども、運転していくか、そのことが私の言っている、防衛運転なのかなって、やっぱりはっきりすっきりしてきたんですよね。なので前回の動画でもお伝えした、例えば追い越し車線を、閉めてしまう車たちとかね、そういったものにこううまく折り合いをつけながら、いかに水澄ましのようにスムースにストレスなしに運転していくかっていうのを、やっぱり、皆さんに、これ見てくださってる皆さんに、お伝えしていきたいなと、多分もうトータルの車の運転時間っていうのは月を何回か往復しているような状況だとは思うんですけれども、まだまだね、ヘマな運転することもありますし、ツッコミいただく時も多いかと思うんですけれども、それでも自分の中にこう培ってきた、ナレッジというかね、要領というか、塩梅というか、ケースバイケースのお伝えすることが違ってくると思いますけども、扱ってくるというかその、ニュアンスが違ってくると思いますけれども、その時にはこんな心持ちでとか、こういう操作方法でとか、エモーショナルからテクニカルまでいろいろあると思うんですけども、抽象的にかつ分かりにくくお伝えしていきたいと思ってます。その辺の趣旨をねもう一度今日お伝えしておきたかったなと思った次第です。本当にね、まあ、車だけじゃなくてね、今歩行者も自転車も絡んできますからね、絡むっていうのはその自分が進む方向にいろんな関係性が生まれてくるということですけども、それをうまくねいなしながら、スムースに爽やかに
笑顔で過ごしていきたいなと思います。運転だけが人生じゃありませんけれども、その社会情勢、いろんなさまざまな考えを持つ人、それってやっぱり交通社会にも当てはまるんですよね。なので、しっかりと自分を持つつつも、攻撃的ではない、なんていうんですかね、いい塩梅で、暮らしていきたいなというふうに思います。はい、ということで今日ちょっと久々なんで変な話になっちゃいましたけども、そういうことで救急車、はい、改めてちょっとね、お話をしました。それでは皆さん、どうぞこの土日良い週末をお過ごしください。お仕事の方はもう一頑張り、頑張りましょうね。それではキープディスタンス、滝野チャンネルの滝野でした。次の動画ではソニカの現状報告などをしたいと思います。ではでは、髪の毛立ってます見逃してくれよ。じゃあね、バイバイ。